はい、こんにちは。今日は第2弾です。お供え、そろそろお盆でいくつか用意しますが、簡単に描ける、さらっと描けるほおずきと小菊と、そして留めにシールの地蔵を描いてますが、こちらは無地の金風紙にこういって描いたものをこうやってして、そして裏で、はい、このように留めて持参します。別に直接描いたらいいんですが、まあこういうふうに持参することが多いので、もし、一緒に楽しんでいただけたら、ぜひぜひご参考くださればありがたいです。簡単にさらっと描けますので、はい、ご一緒に。本日もご視聴ありがとうございます。中尾月香と申します。はい、では、はい、まあこういったはがきでも、あ、はがきじゃないね、あの薄手の紙をご用意していただいて、で絵の具は先ほどサギソウを描いた、あの白とか、黄色、グリーン、黒、これさっきサギソウで混ぜたものですが、それにプラスオレンジと青とプラスしました。この中で刺していただきます。はい、まずは小菊の花芯の黄色をどの位置でもいいんですが、木の向いたところに3つぐらい配置します。そうしましたら、その小菊の色も別に何色でもいいと思うんですが、今回はこういったブルーを使います。そしたら中心から外へ、中心から外へ、中心から外へ、はい、これを繰り返して、まとまりのいいところでストップします。遅くまで、ご覧になる方は明くる日っていうことが多いと思うんですが、もし今、ご覧いただいている、この後ご覧いただいている人がいらっしゃるなら、いつもありがとうございます。遅くまで、結構夜がお強い方ですね。はい、そしてこういったかわいいつぼみも入れて、少しベージュと黒、わざわざ焦げ茶使わなくてもベージュと黒あたりで、ここ少しだけちょん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 とこう入れます。そしたらグリーンで、はい、ちょっとこういうふうに横に入っていきます。はい、できるだけ足元は一本にして、どこかでぶつかるところでお花つぼみをまとめてください。これお色変えるとね、コスモスっぽくもなりますね。はい、まあ菊は葉っぱが少し特徴があります。はい、先に葉っぱを各位置に軽くラインを入れて、で今の段階はこういう風になってます。続いて菊独特の葉っぱですが、グリーンと少し黒と混ぜたら、ちょんとこう、はい、ちょんと置いて、まあ3つぐらいで、まあ3筆っていうんですかね。で時々黒を混ぜたようなお色を入れていただくと、なんとなくこうそれらしく、菊の葉っぱらしくなります。はい、これでとりあえず一つお花が完成しましたので、横にちょっとほおずきを、この時期ほおずきがお墓のお花とか、まあ、もちろん一般のインテリアとしても
かわいいですよね。はい、こういうふうに真ん中二筆したら、少しこう上をこうしっかりと持ち上げて、で中にちょんちょっとこういうふうな、そして同じくもう一つこういうふうにしてちょんちょんとこうします。であと一つは開いた感じのほおずきを、薄い皮なんですけどね、はい、そして種を、丸っこい種を一つ入れます。まあ、こういう感じにしております。はい、そうしましたらベージュとグリーンとで、ベージュとグリーンとで、このあたりシューッとこう伸ばしましょう。そしたらここぶら下がっている感じ、ぶら下がっている感じ、そしてこうですね。はい、まあこれに、実は白いペン、こういう白地のマーカーでちょっとこうラインを入れて、独特の脈っていうんですかね、ほおずき赤している時には気がつかないんですけれども、ちょっとこう入れていただくとほおずきの感じが出ます。はい、そうしましたら、まあ、これ先ほど一つ使ったので、こういうタックシールみたいなのがあるんですが、白と黒で、まあ、留めに、後ろの留めに使うだけなんですけれども、よくこのシールも講座でいろいろ封印するっていうのかな、封印っていう、ごめんなさい、変な言い方ですね、封書の後ろの留めに使ったりして楽しんでます。はい、丸を2つ書くようなイメージで、はい、オレンジでします。そして真ん中をこうキュッとこう、はい、前掛けみたいなのしていただいて、そうしましたらあとはこういったもうボールペンを使いますけれども、お耳、お地蔵さんね、はい、そしてお目目、そして口ですね。で、まあちょっとお手手も入れときましょうか。まあシンプルな単純なことなんですけれども、まあ、こういうのをちょっと作ります。で、そうしましたら、はい、先ほどの、まあ、別にお供えと書いてても書いてなくても。お供え以外で心ばかりで一般のことにも使えます。あ、こちらじゃなかった、こちらですね。はい、こちらに、はい、こう後ろに、はい、ほおずきをメインにしたければ、ほおずきをできるだけ手前へ持ってきて、菊をメインにしたければこういう風な感じで、そしたら後ろがこのようになりますので、はい、ちょっとこう止めていただくと、はい、別にこれが落ちることもありませんし、はい、結構かわいいお供え紙ができたと思います。はい、本日も遅くまで本当にご視聴ありがとうございました。次回は華やかなお花を描きたいと思います。どうもありがとうございます。